トスカーナの岩作はアッパスキアロスタミ監督脚本による2010年に公開されたフランス、イタリアの合作映画である。トスカーナの小さな村で岩作本物より美しき岩作をという本を発表したジェームズの公演が行われる。それを一人の女が息子を連れて聞きに来ていた。公演の後、女が経営するギャラリーをジェームズが訪れ再会。 面白い場所へ連れ行ってあげるという女の誘いに、9時までに戻らないと列車に遅れるという条件で付き合う。トスカーナのモナリザという願作を見せるが、モナリザだって、ョコンな夫人の願作に過ぎないと釣れない。二人はカフェで夫婦と間違われたことをきっかけに、ゲームのように長年連れ添った夫婦を演じ始める。はじめは、順調に進んでいったが、彫像をきっかけに、二人の間に、 微妙なズレが生じてゆく。互いに苛立ちを感じ始めた頃、老夫婦と出会い、二人を夫婦と誤解した、老夫婦の夫の方がジェームズにアドバイスを送る。君の奥さんが求めているのは、そっと肩を抱かれて歩くことだ。レストランで微妙なズレを埋めるため、魅力的な妻になろうと化粧直しをする女。しかし、会話が噛み合わなくなり、苛立ちが最高潮に達したジェームズは店を、 出て行ってしまう。女は後を追い、一人で教会へ歩いていく。教会から出てきた女に、ジェームズは、本当の妻をいたわるように静かに謝る。穏やかに夫婦の関係を築き直そうと、二人は、お互いを許し、寄り添う。すると突然、女は、15年前の結婚式の夜に泊まったと言って、近くのアンホテルを訪れる。15年前に泊まった部屋に通された女はすでに、 夫婦の関係をゲームに止められなくなっていた。ジェームズは自分が幻想を求めているのかどうかを見定めるように、洗面台の鏡に映った夫を演じる自分を見つめる。言ったはずだ。9時までに戻ると、教会の鐘が響き、夕暮れを告げていた。第63回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門で上映され、ジュリエット・ビノシュが女優賞を受賞した。ありがとうございます。